カール・テオドール・アントン・マリア・フォンダールベルクは、マインツ大司教選定校、レーゲンスブルク大司教を及び、神聖ローマ帝国最小。後には、ライン同盟主座大司教校、フランクフルト大公彼は、ボルムスの統治者にして、マインツ選定校の主任顧問の一人、フランツ・ハインリッヒ・フォンダールベルク男爵の息子として、ボルムスのヘルンスハイムで生まれた。カールは、 教会法の研究に先進するため、教会に入った。そして1772年に、エアフルト総督に任せられ、その卓越した統治により、さらなる昇進を得た。1787年、彼はマインツ及び、ボルムスの補佐司教に、そして1788年には、コンスタンツ補佐司教に選ばれた。1802年、彼は、マインツ選定大司教及び、 帝国最相となった。行政官としてのダールベルクは、教会問題においてもまとみ方に傾斜した、あるいはまた、限界した帝国の機構を活性化し、効果的なドイツ中央政府機構とする努力においても、その愛国的態度で有名であった。この失敗から、彼はナポレオンという神聖に目を向けるようになり、彼こそは真に意外な人物。 世界の破滅を制御する強力な守護神、ドイツを崩壊から救う、唯一の力であると信じた。ルネビルの和役に従い、彼は、ボルムスとコンスタンツを放棄したが、アシャフフェンブルク公領を保持し、レーゲンスブルクとベッツラーを受領した。1806年の帝国の消滅に際して、彼は皇帝フランツへの手紙で、最小の職を正式に辞任し、そして、 ナポレオンによりライン同盟の主座大司教皇に任命された。シェーンブルンの和訳後の1810年、彼のためにフランクフルト大公国が創設され、レーゲンスブルクのバイエルン王国への割譲にも、かかわらず、その領地は大幅に増大した。1813年、彼はレーゲンスブルク大司教を除きそのすべての職を辞し、ナポレオンの経史、 ウジェーヌ・ド・ボアルネに譲り渡した。ダールベルクは同盟諸侯として貢献したが、一聖職者としてはナポレオンが家族、親類を王公として各地に入すことを許さず、そのことが特にナポレオンを憤慨させた。彼の出世は、それゆえナポレオンの家族等によって阻まれることとなった。1817年、彼はレーゲンスブルク大司教として死去した。彼は、 行政官としては軟弱で禁止眼的であるが、一人の人間として、好意聖職者としてのダールベルクは、気立ての優しく、誠実で、寛大な人物であった。彼自身は、学者、著作家であり、彼は学問の著名な講演者であり、ゲーテやシラー、ビーランとの友人であった。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、 シズム、ヒュー、エド、ドールバグ。エンサイクロペディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティープレス。ありがとうございます。